わからないんですけど、まあ、皆さんだったらどうしますこれ、もしタダでくれると言ったら、大喜びしますかこれ。どうですかね。こんにちは、今日はね箱穴ではなく、まあ、田舎の耕作放棄地ですね。そこでね、まあ、不動産屋さんの方からね、答えを、うわ何これキョンじゃんキョンが死んでるさんの方からね、答えを求められて、このね耕作放棄地の、引き取り手をね探すっていうことでね、前にね一回動画を作ったんですけど、今日はね どうしますかっていうことをね聞かれちゃってるんで、できるだけちょっと早い、答えを出したいなと思ってね、また現場に来てます。自分がねこれをもらってちょっとね本当に何に使えるかってことなんですよね。すっごい荒れちゃってるところがね動物捕まえるようなことぐらいしかひょっとしたらできないのかなと思います。今もね、見た通りかなりのなんか基本動物ですね。動物が歩いてるのがわかるんで、まあこれをねもらったとしてもちょっとどうなのかな。本当にわここ、ずっと獣道になってますね。おそらくねイノシシなんかだったらかなりのね掘り返しの跡があるんで、分かると思いますけど、おそらくキョン、場所がねどっからどこまでっていうのがねちょっとね分からないんですけど、まあ、皆さんだったらどうしますこれ、もしタダでくれると言ったら、大喜びしますかこれ。どうですかね。いやー知ってなこれ、もともとはねここ畑だったらしいところなんですけど、昔のねこういった残骸が起こってるんでね、いや動物って言ってもほとんどキョンですね。これね足跡もあるんでキョン、今日はねちょっとねドローンを持ってきたんで、どんな感じかね
ちょっとね上からも、見てみたいと思います。これ結構な広さで、相当な広さなんだけど、これ刈るって大変だよな、これな。どうしたらいいのか、まあ、くれるっていうのは、まあ、いいんですけどね、もらってもね、なかなかね、これだけの広さを何を作るかっていうことをね、それじゃあね、おそらくこの竹が生えてるあたりのところまでが、そうなんで、ドローンを飛ばして中にね、元、作ってた田んぼだとかそういったのもねあるので、そこまで、ちょっとねドローンで飛ばして、様子を見てみたいと思います。はい、いつも使ってる、DJI の、Mavic 2 Pro ですね、これでね、目の前にある、耕作放棄地のところまで、飛行したいと思うんですけど、ここにもね電線があってね、いい天気でね、向こう側にも電線があるんでね、ちょっと風が少し出てきちゃったんですけど、これを使ってねちょっと、撮影してみたいと思います。よし、あんまりね使ってないとね、またねドローンの操縦の方もねなまるんでね、たまにはちょっとこういう風には使わないと、肝心のコントローラー差し込んでなかった。ちょっとねこれは、それじゃあね、これで飛ばしてみたいと思います。はい、じゃあこれで、耕作放棄地のところまで、飛ばしてみたいと思います。一旦これで、
はい、今ね、撮影終わりまして、結構ね、草ぼうぼうでしたね。どうしようかな、本当ね。動画の中でね、数箇所、やっぱりね、耕作放棄地っていうことで出したんですけど、ヒノキのねすごいのが立ってたりなんかするようなところは、まあ手に入れないで、こういったところだったらね、畑ですねだったらなんとかね、枯れ葉、大丈夫だと思うんでね、ここも早急にねちょっと不動産屋さんに催促されちゃったんで、なんとかしようかと思います、手に入れたいと思いますっていうのは、手に入れたいっていうのは、一応ただでも先方がいらないっていうことでね、譲り受けるっていうことですね。それではね、今日は、以上になります。久しぶりにね、マビックと、スマート送信機使ってね、ちょこっとねガクガクするような、映像になってると思います。この後ねちょっと箱穴のところを、数台、見回り したいと思います。それでは。